はい、どうも浮志です、UC5 キャリアモード続きやっていきたいと思います。はい、前回ですね、ジャスティン・ゲイジーですね、戦って、見事ね、KO で勝ちました。 TKO ですね、勝ちましたというところでした。危なかったですけどね。そして、これまでね17戦17勝ということでね、寝技 KO 寝技 KO 寝技寝技今回かなりだからやっぱ寝技の率が高いんで、まあ結構安定しますよね。あの特にこの間のジャスティン・ポイエなんかもうほぼね負けそうなところからの逆転だったんで、まあ、前回のキャリアモードのねスタンドだけで勝負してた時に比べて、まあ安定感があるのかなというふうに思いますね。はい、そして、ランキングは、ちょっとこの間まで1位だったんですよね。で今2位になっております。はい、ベネールベネイル・ダリウッシュ選手ですね。前あのライト級の前回のキャリアモードではライト級のチャンピオンとして、戦った選手でしたね。はい、そして今回はマカチェフ選手と、ついにですね来ましたね。はい、ついにタイトルマッチようやくたどり着きましたね。まあね、前回ねなかなかタイトルマッチいかないなって話してたんですけど、まあ、やっぱりね、この SNS とかね、でやっぱ宣伝全然してなかったせいで人気がねそんなにない選手なんですよね。もういわゆるこう地味選手というかファンがあんま少ない選手なのでクラウス自体がですね。なのでまあ実力だけだとねなかなかこう組んでもらえないのかなというような感じがありましたけれども、やっぱね17勝してたらそりゃ来ますよね。ということでついに、来ました。タイトルマッチということで、はい、そうですね、もうあと5週間ということで意外とキャンプ期間短かったですね。だいたい6週間ぐらいあるかと思ったんですけど、まあ、しっかりねコンディション整えて、まあ、5週間しかないので、まあ、とにかく今回はもうコンディションだけですね、しっかり整えて、まあ、戦っていきたいなというふうに思いますので、ぜひねよろしくお願いします。とにかく勝つ、はい、とにかく勝つですね、今回ですね。はい、ということで、やっていきたいと思います。はい、ということで、トレーニングをね、5週間終了してまいりました。もうねいろいろ SNS が届いてますけど、どうですかね、期待半分、まあ負けるんじゃないっていうのが半分ぐらいですかね。まあなんとかここ大一番ですね。ちょっとここで初めての負けを喫するのか、それとも、お、今夜爆発させるでしょ。おー、期待もありますね。ですね、マカチェフ選手ですね、強いよね。そうですよね、1敗しかしてないんですよね。31勝1敗ですよ。やばいっすね、このゲーム内でこれですからね。いやー、えぐいな、ちょっと。まあでもね、負けたら負けたでしょうがないっすよね。ここ、まあ、ここまでストレートで来てますからね。前回のキャリアモードなんかもう結構負けてましたからね。そのせいでちょっとタイトルマッチまで相当時間かかりましたけども、まあ今回ね、この18戦目ですか。で、タイトルマッチまで来たということなので、はい。お、今夜も期待してる。ありがたい。ファンがいますね。嬉しいですね。はい。ということで、やっていきましょう。いきます。来ましたよ。You did all the hard work to get here. You trained, you sweat, you bled, you earned it. I don't have any more sage advice. I just got one more question. Whose time is it? It's my time. Nah, fuck that. I didn't hear you. Whose time is it? It's my time. Whose time is it? It's my time. You hungry? Yeah. Then get out there and fucking eat. Let's go. You're looking at a champion.いやー、この演出はたまらんですね。さあ、ついに
友情演出が出ましたよ。タイトルマッチでしかないですからね。あ、クラス、ついに UFC ライト級のチャンピオンベルトをかけて登場ですね。ここまで17戦17勝、非常に強いサブミッションと打撃でもですね見せている選手ですね。WFA の元チャンピオン、そのまま無敗のまま UFC タイトルマッチに向かいます。驚異的な耐久力、そうですね、タフですね、とにかくタフさが、すごい選手だと思います。なので逆転劇も多い、非常に観客を沸かせるファイターじゃないかなというふうに思っております。そして見た目もイケているなぜファンが少ないのか、 SNS を投稿しないからですね。はい、ということで、さあ対する絶対王者ですね。怖い、怖すぎる。前回リアルな UFC でね、だってマカチェフ選手対あれ、なんで出てこないんだ、あれなんで出てこないんだ、アレキサンダー、ボルカノ、そうですね、圧倒的でしたもんね。強すぎなんですよね。実際今リアルの UFC ではどうなんですかね。負けたことはやっぱ一回あるのか。でもキャリア的には、あ、アドリアーノ選手に負けてんの。なるほど。じゃあ、 まあこのゲームでも1敗以外はもう負けなしですね。強っ。まあなのでマカチェフ選手に2敗目をプレゼントするのはクラウスだということですね。最強王者をとにかく倒す戦い、これは燃えますよ。よし、発進。やばい、たたずまいが怖い。さあ始まってしまいます。さあ、まあグラウンドコントロールではね、そんなにね、打撃も強いですからね。Championship opportunity, and given the depth at 155 pounds, you may not get another. We'll see if he is urgent early as he tries to wrest away the belt. All right, early round one, we'll see if he can use that challenge to keep his opponent on the outside. Must be nice for these long fighters. Oh, so suddenly. どうか。俺はいきなり行くぜ。まあ当然ね。おお、バッチバチですよ。OK、立ち上がれるでしょう。 OK、 いいですね。さあグラウンドの攻防を見せる。パンチも強いね。 OK、おい、よし、よし、よし。グラウンドでも付き合えるっていうことが分かりましたよね。打撃はそんなに、おい、そう。OK、ナイスカウンター。Just misses with the left hook.
Alright, so again he shoots for a takedown here. Looks like he entered pretty well, but once again, picture perfect shot there, DC, and one more of those, he might be out. I mean the fight was good. 結構ね、勝負の分かれ目は膝じゃないかなと思ってるんですよね。わーっと今タイミングが良かった。Under 2 minutes to go in a back and forth first round here. Trying to guard pass here.いけるいける、おりゃ、よしかかったぞ、よし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 、裸締めいけんじゃない、さすがにか、そうですね、おおいいですね、グランド負けてないですよ、OK、 これは MMA の勝負ですね。OK、 さあここまでレベルの高い試合を見せる、おっと OK、さあここから、おすさまじくレベルが高い試合だ。今のとこどうなんでしょうね、タックルにまあ来られてますから判定的にはやっぱ無効なのかな、でもギロチン一回入ってますからね、ここね、ちょっとねどうにか膝を合わせたいんですよね、タックルに来ることは分かってるので、アッパーでもいいんですけど、なんかリスク的に膝の方がいいかな、どうなんですかね、アッパーだとちょっと間に合わない気がするんですよね、まあでも回りながらのアッパーとかだったらありかもしれないですね、おい、well placed kick there by Islam Makhachev。あー、ナイスミドルですね。And there's a takedown attempt. Kraus gets lit up by that straight punch. Oh, big knee to the body, man alive. Big shot lands for both guys. Oh, ah. ちょっと狙いすぎてますね。Okay. Okay.前蹴りで距離を取って、おい、そう、オッケー、ちょっとタックルに対しての前蹴りですよね、そうでクリンチを回避しながら前蹴り、おい、膝、オッケー、そうこれですよ、レスラーにはこれ、そうタックルに来るからですね、リサー、オッケー、いいですね、もう掴みましたね、well, defense doesn't necessarily win championships in MMA, but he's doing a nice job. OK! おい、さあもうタックル来れないぞ、おーっと、これはやばいやばいやばい、いっちゃんやばいやつ、これはやばい、OKOKOK、フルカードいけるいけるいける、落ち着け落ち着け、さあそうそうそう、 OK、 これいける、落とせるか、そうマウントを持っていこう、マジかマジか、スクロール行こう、バックサイド、getting awfully close on the submission now. Look at how McKinney has defended the sub. He's gone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 . Okay, okay, okay. Woo!Chest
talent towards the mat. And you just spilled your popcorn all over the broadcast table. Did John? You know I love popcorn. まだ時間はあるか。Massive shot from the top.うわー怖え。このラウンドはちょっと来ましたね。強かったな。さあお互いに寝技の技術を見せつつ、くわー、このサイドに取られるのが一番嫌ですよね。さあお互いに寝技の技術を見せつつ、まあ、お互いに体力削りましたね。まあ、向こうもフルパワーで来てましたね。ここでスタミナがどっちが上か。おいし、おい、オッケー、よっしゃ、オッケー、ついに KO、 久しぶり。そしてタイトルマッチで、もうこれアッパーに行くしかなかったんですよね。なんでかっていうと、もう本当にここでタックルに来られたらっていうとこあったんで、ここですよ。沈めこれは人気爆発でしょ。いやー、やったやったぜ。いや、めちゃくちゃレベル高くなかったですか。いや、ほんと MMA で勝ちましたよ。打撃と寝技と対応と、いや、ほんと最後決まるね、ギリギリだったんですけどね。まあ時間とかもありましたけど、まあ、なんとかしのぎましたもんね。いやったー。いや、すげえ試合だったよ。I just want you to know, I really couldn't have done it without you guys. Nah, I don't know about that. You're a special fighter. Maybe you wouldn't have got here so fast or looked so good doing it, but you always have potential. We couldn't have got here without you either, kid. That means a lot, coach. Okay, now you're the champ, okay? I didn't plan nothing. We're supposed to have some kind of crazy after party at the club, right? So what we doing? Huh? We popping bottles, we getting pony rides. Come on, coach, what do you mean? Oh, come on. You didn't plan anything? Again?What we gonna do now? I know. I'm the coach. But guess what? You're the champ, kid! Yeah! I am! Let's go! Davis MMA! You're looking at a champion! いやー、最高ですね。最高でしたね。さあ、ということで、いやもうチャンピオンですよ。ライト級チャンピオン来ましたね、本当に。いや、素晴らしい内容でした、しかも。はい、総合点ではやはり向こうの方が、上回ってたの。じゃあ、赤が、そっか、向こうか。だから、そうですね、やっぱり1ラウンドは、まあ、勝ってますよね。まあ、有効だ、コントロール。で、テイクダウンでもしっかり取られてましたね。で、2ラウンドは結構向こうにがっつりと。コントロールと、テイクダウン、まあ、有効打はお互いドローっていう感じですかね。で3ラウンド、勝ったというふうな。あ、まあでもポイント的にはやっぱ勝ってるんですね。ジャッジ2がちょっと向こうに入れてるぐらいで、はい、ということで素晴らしい内容でしたね、本当に。ファンも激増えっていう感じですね。はい、さあということでどうなったんでしょうか。 SNS の反応が気になりますね。はい、さあみんなどんな反応してくれるんですかね。
はい、さあどうなるどうなる、新王者飽きた、あれパフォーマンスね、がっかりだ、一瞬で試合をすぐできる、そしてその証拠を見せつける、おードーン、そうですねドーンですねあれあれアンチの方が多いかもしれん、マジか、あれあんないい勝ち方したの、あーでもちょっとね、なんかスラムタックルしてくれっていうちょっとミッションがあったんですけど、それしちょっと失敗してるんですよね。あすげえ、あありがとう、まあ一応ねファンもいますよということですね。はい、ということで皆様本当にね見ていただいてありがとうございます。18戦目でようやくチャンピオンになりました。いやありがとうございます、本当にね素晴らしい相手と最高の試合ができたんじゃないかなと思います。はい、戦績の方もね18戦18勝、KO ですね、久しぶりの、ノックアウト勝利、いやありがとうございます。はい、契約ボーナスもちゃんと、OK でしたね。はい、ということで、まあ、プロモーションはすごく今回弱いですけどね、非常に強い選手に仕上がってるというふうな感じじゃないでしょうか。はい、でまあ、一応対戦オファーまでね見ていきましょう、防衛戦、1回目ということなのでどうなんですかね、タイトル防衛誰になるんでしょうか。はい、ボビー・グリーン選手です。もう明らかにパワーがありそうですね。あボクサー、あーちょっと苦手かもしれんな、ちょっと打撃でパンチでちょっとゴリゴリ押されるとちょっと距離取って戦う感じになりますけどね。はい、ということで次回は、ボビー・グリーン選手と戦うというふうな感じでございます。はい、あ SNS が出たのに新王者誕生って書いてましたね。はい、ということで、またね引き続き防衛戦を、まあなんとか勝ち進んでですね、この子まで来たらもう無敗のまま2階級チャンピオンまで、行きたいですね。はい、まあちょっと防衛頑張らないとなかなか2階級の話も出てこないと思いますので、まあ、しっかりと勝っていきたいなというふうに思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で、お会いしましょう。またね。